ドラセナ属はスズランアカノ属の一つで、原種及び分布はアフリカ全土、ギニア北部を中心としたアネッタイ地域である。流血樹属ともいう。この属の植物の中には葉が美しく観葉植物として栽培されるものが多くある。アフリカネッタイ地域原産の植物で非常に多くのバリエーションを持ち、アフリカ全土に分布し自生している。 低木種のみでも50種類以上が分布している。亜熱帯気候下においての生命力は極めて強靭で、19世紀のカナリア諸島において樹齢千年以上の樹木が発見された記録もある。観葉植物として人気の高い種であり、人気の特徴として葉が美しいことに加え、幹が比較的柔らかく変形に強いので、自由な形での加工販売が可能である。 強靭な生命力を持ち、インテリアとして気軽に栽培することが可能である。飲食店やオフィスなどでも多く見られ、クリーンなイメージで管理が容易なことから、公共施設や病院などでも見かけることがある。観葉植物として流通している種類としては、渾身なソング・オブ・ジャマイカ、サンデリアーナなどがあり、品種によって形状や葉の色などに微妙な違いがある。 栽培の難度も低く、鉢植えの場合は、土が乾いたら、たっぷり水をやり、寒気は水やりを控えるなどの管理を怠らなければ、長期栽培も十分に可能である。ハイドロカルチャーでの栽培も容易だが、繁殖させる場合は、牡蠣に取り木し、水さして根を張ったら、鉢植えに挿し木にする。日光は時々与えることも必要だが、耐陰性があるので頻繁でなくても、 さほど問題ない。水差しする際、幹の葉を吐きし、上部の葉の実を残して水差しすれば、下記のミリオンバンブーとなる。中華文化圏、特に台湾では金運を呼ぶ植物とされており、何本も束にして、リボンと金色の鈴で装飾された鉢植えが、縁起物の装飾品にされる。日本においても、万年竹と称され、愛されており、縁起の良い植物として、 世界的に人気が高い植物である。多くの類似品種があり、中には専門家以外のものでは判断しがたい種類も存在する。特にコルディリネ属とよく似ているので、園芸上、ドラセナと言われるものの中にはコルディリネ属のものが含まれていることがある。人呼ばれるハワイで幸運の象徴として、儀礼用の装飾品などに古来ないように使用される。 これディリネテルミナリスティがドラセナとして紹介されることもあるが、これは外見や縁起物としての扱いが類似していることから発生した5人である。近年において演芸店や雑貨店などで見かけるミリオンバンブーの商品名で売られているものは竹赤の仲間ではなく葉を取り除き感状態にしたドラセナ族のサンデリアーナドラセナ、サンデリアナである。 水差しで容易に発根するため非常に育てやすく安価で気軽に栽培できる人気種である。ウィキメディアコモンズにはドラセナ属に関するメディアがあります。ありがとうございます。